ブラスト望遠鏡と離陸前の高高度気球スカイラークロケット。2005年5月2日エスレンジはスウェーデン北部のキルナ近郊に位置するロケット発射場及び研究施設。高高度気球を用いた科学研究、北極光の観測、観測ロケットの打ち上げ、人工衛星のトラッキング等を行っている。 バージン・ギャラクティックのリチャード・ブランソンはこの場所で宇宙旅行に使用する宇宙港の建設を考えている。S レンジは1964年に欧州宇宙研究機構によって建設され、1972年に新しく発足したスウェーデン宇宙公社に所有権が移された。スウェーデンにおけるロケット活動は主にクロノゴードで行われていた。1964年に ESRO が S レンジ車上を設立する。1966年から1972年の間に ESRO は150機以上のロケットを打ち上げた。そのほとんどはサントールやナイキやパッチ、スキュアロケットであり、高度は 100km から 220km。大気圏、電離層研究に重点が置かれていた。1972年に S レンジの管理は、 スウェーデン宇宙公社に移され、より大型のロケットも打ち上げられるようになった。現在、テクサス、メーザー、マクサスという3つのプログラムが S ランジの主なロケット活動になっており、エサ、DLR の微重力研究をサポートしている。1966年以後 S ランジから400発以上のロケットが打ち上げられた。個々のロケットについての情報は、 S, S レンジロケットローンチリストを参照。S ランジは4台の発射台を保有している S ランジは北極に近い井戸のため国軌道上の衛星との通信に適している。衛星サービスは1978年に始まった。すべてのスウェーデンの科学衛星は S ランジを通じてコントロールされてきた。ありがとうございます。